対にダメ。おはようございます、王子。お前、俺の部下のくせに俺の言うこと聞かないのダメなんだぞ。好き嫌いのある王様なんてかっこよくないと思いますので。ふん、俺が王になったら人参廃止令を出すからいいんだ、食べられなくても。まったく、そんな命令出す王様なんてどこにもいませんよ。世の中、人参が好きな方だっていらっしゃるんですから。え、嘘。嘘じゃありません。そんなやつ絶対いない。でしたら探して見つけてください。世界は広い。あなたの知らないいろいろなことが待っていますよ、王子。なんだ、夢か。それはそうだよね。朝か。なんだかんだで寝ちゃったな。起きているか。起きろ。あ、おはよう、ジル。加減はどうだ。なんかベッドがふかふかすぎてさ、テントの方が寝やすいや。そうだな。過ごし慣れた環境の方が今はよく感じるんだろう。しかしお前はもうこの城の主だ。多少は慣れておかねばな。頑張るけどね。別に頑張るものでもないような気がするが、お前の好きなようにするといい。うん、そうする。では早速だが、お前に見てもらいたいものがある。ん？何？しばし待て。あ、私は外にいる。何かあれば呼べ。ちょっと待ってよ。普通護衛とかしねえか。失礼する。ああ。疲れた。え？座って話す。お前はそこの椅子にでも座れ。喉が渇いた。茶ぐらい出せ。あ、うん、ちょっと待って。こっちにお茶あったような。なんだその手つきは。ごめん、これってどうやって使うんだっけ。このままポットに入れると葉っぱだらけになるんだけど。茶も入れられないのか、お前は。ごめん。おい、これ外せ。見ていられん。貸せ。まったく、甘やかされたものだ。ごめんってば。ほら、
ありがとう。砂糖は？お前、茶を甘くして何を味わうんだ？え、だって甘くないと美味しくないじゃん。お前は茶なんか飲むな。砂糖水で十分だ。あ、言ったな。俺だって茶の味ぐらいわかるよ。茶色いのと緑色のがあるんだ。あ、でもうまい。プラチナって何でもできるんだな。お前ができなさすぎるんだ。そうかな。まったく、お前に負けたのが本当に悔やまれる。やっぱり頼りないかな。なんかみんなにそう思われているような気がするんだよね。気がするんなら少しは頭を冷やせ。うん。で、ん？何？俺はここに茶を入れに来たのか。他に聞くことがあるだろう。あ、そういえばそうだった。でもプラチナから来てくれるとは思わなかったな。ん？俺自分でそっちに行こうと思ってたんだけど。俺は呼ばれたと聞いていたがな。でも地下室寒いもんな。こっちの方が気が楽でいいよ。何か違うような気もするが、俺は楽だからまあいい。ハリボテだって言ってたけど、どうしてそれに気がついたんだ？退治した時にも奇妙には思った。今までたくさんの敵と会ってきたが、比べてひどく弱々しく見えたし、何より全く抵抗されなかったからな。黙ってやられたってこと？そういうことだな。とどめを刺した時も刺して手数はいらなかった。印はどこにあったの？王冠だな。転がったそれからあいつが印を抜き出した。宝石に偽装していたようだ。あの宝石って一体何なんだろう？あいつは天井への扉を開く鍵だと言っていた。それじゃあ天使が一気に攻めてくるってこと？それは分からんな。今でも天使は天井から降ってくるし、行き来できないわけではないだろう。ただ羽が使い物にならない奴らばかりだが、思うに上の奴らにも奈落と同じように揉め事や争いがあるんだろう。そういう状態でここに手を出す余裕があるとも思えない。じゃあどうして扉なんて開こうとするんだろう？帰りたいんだろう。お前もうすうすは気づいているんだろう。あいつらは奈落で生まれた存在じゃない。天から落とされここに住み着いた生き物だ。だから多分この結果も奴らにとっては予定のうち。気を許した俺たちがただの間抜けということだな。
どうやって牢を抜け出したの？ジェードが助けに来たと最初は思ったんだがな。この城には相当な数の抜け道があるらしい。それを伝って万人を倒し、鍵束を取り出したというのが想像できる行動だな。印さえ手に入れば、最終的には俺が王だと言われて、あまり気は進まなかったんだが、あの場所に向かったというわけだ。抜け道を使えばすぐに行けたし。そんなにあるんだ。ああ。だからここはさほど安全なところじゃない。なるべく近くに護衛を用意しておくことだな。なあ、お前はジェイドのことをどう思ってた？俺はショックだったよ。そうだな。驚かなかったといえば嘘になる。だが、ひどく納得したようにも思う。どこかでこういう結果があるとすでに教えられていたような。それに俺とジェイドはお前たちとは違って乾いた付き合いだったからな。だから背中を任せたのは俺のミスだ。それ以上でもそれ以下でもない。俺の見る目がなかった。それだけのことだ。もういいや。これで質問は終わりだな。で、どうする？え？俺から話せることは話した。あとは俺の始末をどうつけるか決めるだけじゃないのか？あ、そっか。できれば幽閉なんていうまどろっこしい手段を使ってくれるな。面倒すぎる上にお前にも利益なぞ出ない。それなんだけどさ、お前さえ嫌じゃなかったら一緒に来ない？サフィーたちもいなくなっちゃったし、最近のゴタゴタで戦力は手薄になっちゃうしで、結構困ってるんだよね。プラチナが手伝ってくれたら助かるんだけど。冗談も大概にしろ。冗談じゃないよ、本気。お前の仲間たちが納得しないだろう。今まで争ってきた敵の頭が一緒に戦うなど無理すぎる。みんなには俺が説明するってば。それに人数いた方が絶対楽しいし、これから何があるにしても安心じゃん。寝首をかかれるとは思わないのか？俺の方が強いもん。それはないね。なあ、いいじゃん、死んだってやることないんだし。一つ。ん？一つ条件を飲むなら仲間になってもいい。何？俺についてきた者たちの命を奪わないでくれ。負けたのは俺の責任だ。あいつら自身に罪はない。助けてやってくれるなら俺はお前に従おう。いいよ、
みんな助ける。あいつらにもお前の指揮に従うよう言っておく。気兼ねなく使え。うん、ありがとう。進化に礼などいうものじゃない。違うよ、プラチナはプラチナだよ、兄弟じゃん。それに進化だなんて言ってたら、お前俺に敬語使わなくちゃダメなんだぞ。ほら困るだろ。だからいいんだよ。そうだな、確かに困る。じゃあこれからよろしく、プラチナ。よろしく、兄上。アレク、起きているか？なんだ、ジルか。邪魔をするぞ。なんか用？うん。今あんまり喋りたくないんだよ。だから帰ってよ。邪魔をするぞ。どうしたんだよ。強引だぞお前。座れ。だから話したくないんだってば。いいから座れ。なんだよ突然、夜も遅いのにさ。はい、座ったよ。何の用？なんだよ。なんか話せよ。もう一体何しに来たんだよ。どうすればお前は泣かなくなる？聞かせてくれ。俺泣いてないよ。本当だよ。2が1に減るのと1が0になることは違う。お前にとって参謀殿は世界にたった一つしかない1だったんだろ。無理をすることはない。そんなことないよ。俺にはみんながいるもん。そんなに俺心配かけてるのかな。ごめんね。頼りない王様で。たった一人で抱え込むことはない。俺たちはそのためにいるんだ。もっと頼れ。王は強くなくてはいけないが、お前自身は弱くてもいいんだ。アレクという人物を守りたいと思う者は、お前が思う以上にたくさんいる。だが、今はそう思うことも難しいと思うがな。参謀殿のことは、俺は知っていた。だからこそ歯がゆいというものもある。いつかお前たちが別れることも。どうして？俺は一度聞いていたからな、あの方から。
あの方ってベリル？そうだ、一目見てわかった。あれは九段の天使だと。俺があの方に出会い、願いを叶えられた後、いくつか物語を聞かされた。それは落ちた星の物語であったり、人の醜さを諭す物語であったりした。その中のいくつかはガラクタにも等しいザレ言だったが、それでもいくつか秘密の言葉が混ざっていた。多分そうしたのはあの方の迷いだったに違いないんだ。俺の時を止めるか否か、同じ存在を作るかどうか。時間を止める？ベリルは死なない。いや、実際には死ぬ方法はあるらしいが、その方法は幾重もの秘密に守られて俺も知らない。ただ確かなのは、あの方は今の奈落をずっと見届けてきたに違いないのだ。一緒にいたのはたかが数年だった。その間、彼の姿は髪一筋、爪すらも変化がなく、細かい傷などはあっという間に癒えてしまう。瞬く間に元の姿に戻ってしまうんだ。最初は羨ましく思ったが、数年後には恐ろしくなった。何も変わらないまま時が過ぎていくことが、その恐れを感じたのか、突然あの方は俺の前から姿を消した。多分俺はひどく傷つけたのだと思う、あの方を。恩を受けながら一番望まない形で仇で返した。俺はそれを後悔して追いかけたんだ。あの時聞いたいくつかの昔語りをつなぎ合わせ、俺は少しでも恩を返そうと思っている。お前を守るのも最初はその一つだと思った。裏切りの天使がここにいる。ならばそのそばにいて、あの方の代わりに見届けようとな。そうだったんだ。何度も言いかけたんだ。お前がどんどん依存していくたびに、その先は正しく奈落の底だということを俺は何度も言いかけたんだ。だがそうすることでどこかの歯車が狂ったらと思うと。所詮は半端者の浅知恵だ。迷っているうちに結局は何もできなかったように思う。すまない。よく考えたらお前いつもそんなようなこと言ってたね。俺はてっきりお前がサフィーのこと嫌いなだけなんだと思ってた。だがこんなことになるのなら、全てを壊してしまってでもお前に伝えるべきだった。たとえそれでお前に憎まれるとしても。ありがとね、ジル。俺はまた何もできなかった。そんなことないよ。ちょっとだけ泣いたけど、それでも俺にはお前がいるし。それにね、プラチナやサフィーも俺自身が憎かったり嫌いで敵になったんじゃないと思うから。いつかお前が言ったよね、本当にその考えは自分のものかって。それ今度はあいつに言いたいな。きっとそういうことだと思うんだ。
前は大人になったな、ずっと。一人前になったかな。でもちょっと泣いちゃったけどね。大人は泣かない生き物じゃない。それに涙は我慢するものじゃない。構わないんだ、アレク。でも本当はそんなに早く大人にならなくてもよかったんだ。かわいそうに。ジル、そんなことないよ。俺、もしかしたら他のやつよりいっぱい不幸な目に遭ってるかもしれないけど、幸せなことだって他のやつよりたくさんあるから。アレク、山のあたりからなんか魔法が飛んでるよ。すごい力だ。王の印の力だ。奈落王は天地のすべてさえ変えると言われた。その力の源はすべてあの石にある。あそこに奴らはいるんだろうな。わからない。でも多分サフィーたちはあそこにいる。きっと。こいつはすごいな。なるほど、これなら奈落王がこの世界でずっと君臨し続けられた理由もわかる。こんな力を見せつけられたら従うしかないだろうよ。天井が奈落を放っておいた理由もこれなら納得できますね。普通の天使がいくら束になってもこの石の前には塵同然です。正しく王、神である印だな、これは。楽しそうですね、ジェイド。お前もやってみるか。そんな顔するなよ。悪趣味なのは認めるさ。随分焼けましたね。これじゃきっとここの場所も彼らに分かってしまいますよ。この近辺で残っているのはこの山だけです。望むところさ。え？この石は確かに俺たちに力を与える。天井に勝利を呼び込むことだろう。そして俺たちはあの場所に帰る。でもそれだけじゃ奈落は滅びはしないだろうよ。あいつが生きている限りは。ジェイド。なんだ？あなたはためらったりはしないのですね。何をだ？いえ、何でも。ためらうほどの未練を残す奴がバカなのさ。どうせ滅ぶ国の命に心を移して何になる。そうですね。あなたの言うことはいつもまるで神様のようです。そういうお前は天使の中の天使だな。矛盾を知りながらもそれについては考えず、答えが分かっていても解こうとしない。まったく下船よ。どうしてお前は落ちてきたんだろうな。天に戻ればわかりますよ、きっと。そうだな。
すべてはあの空に戻ってからだ。どこへ行くのかは分かってるよね。もう